火曜日は全国各地の興味深い話題をお伝えするジャーナル地域発、今日は長崎からです。さまざまな辛い経験や悩みを内に抱えている人たちから思いを聞くことで理解を深め、暮らしやすい社会を作るための取り組みを取材しました。11時10分頃からです。気象予報士の福田博之です。今日はひんやりとした1日になりましたが、明日は気温が上がり、西日本や東日本では夏日になりそうです。11時7分頃からお伝えします。全国各地の天気と気温は11時頃からです。番組をお聞きの皆さんからのご質問などお待ちしています。メールは番組のホームページから、またツイッターはハッシュタグ NHKNJ をつけてつぶやいてください。では NHK ジャーナルスタートです。右方向です。小池知事は東京オリンピック・パラリンピックの3つの競技会場を大幅に見直す東京都の調査チームの最終報告について、複数案という形になると思うと述べ、それぞれの競技会場の見直し案を一つに絞らない可能性もあるという認識を示しました。東京オリンピック・パラリンピックの会場をめぐっては、予算などを検証している東京都の調査チームがボートやカヌーの会場となる海の森水上競技場とバレーボール会場の有明アリーナ、それに水泳会場のオリンピックアクアティクスセンターの3つの競技会場について大幅な見直しを提案しています。このうちオリンピックアクアティクスセンターは、施設の規模を見直すか、今ある江東区の東京辰巳国際水泳場を改修して代替利用する可能性を検討すべきとしています。右方向です。こうした中、国際水泳連盟のコーネル・マルクレスク事務総長や日本水泳連盟の青木剛会長らが都庁を訪れ、小池知事と会談しました。この中で小池知事は、オリンピックが終わった後どのようにランニングコストを含めて、その効果があるのか見極めているところでございます。これに対しマルクレスク事務総長は、右方向です。その先200メートルで右方向です。予算削減が目標だろうが、